カリガリ博士は1919 19年に制作され、1920年に公開されたロベルト・ビーネ監督による革新的なドイツのサイレント映画である。本作品は一連のドイツ表現主義映画の中でも最も古く最も影響力があり、なおかつ芸術的に評価の高い作品である。フィルムは白黒フィルムが使用されているが、場面に応じて緑、 茶色などが着色されている。本作は精神に異常をきたした医者、カリガリ博士と、その忠実な僕である無誘病患者、チェザーレ、及びその二人が引き起こしたドイツ産幹部の架空の村での連続殺人についての物語である。本作は登場人物の一人であるフランシスの回想を軸にストーリーが展開する。初期の映画では、 直線的なストーリー進行が大半を占めたが、本作品は、その中でも複雑な話法が採用された一例でもある。冒頭、フランシスが隣の男と会話を交わしている様子と、その横を傍然自室のようで当てどもなく、歩く、美しく若い女性が描かれる。フランシスはその女性が自分のフィアンセであること、 そして二人が体験した世にも奇妙な体験を連れの男に語り始め、これより回想シーンが続く。フランシスは友人のアランと村にやってきたカーニバルを見に出かけた。彼らはカリガリ博士という人物と博士の見せ物である眠り男、チェザーレの似顔絵に目を留めた。博士はチェザーレが23年缶箱の中で眠り続けていること、また、 彼は尋ねられればどんな質問にも答えられると向上し客を呼び込んでいた。二人は博士の小屋に入り見せ物が始まった。箱から出てきたチェザーレにアランがいたずら心で自分はあとどれくらい生きられるのかと尋ねたところチェザーレの答えは長くはない明日の夜明けまでだった。翌朝フランシスは村人からアランが何者かに殺されたことを知らされた。 その他にも村では、以前一人の役場の職員が殺されており、この職員は、カリンガリ博士が役場を訪れた時に博士を邪険に扱った人物でもあった。疑念を抱いたフランシスは、彼が思いを寄せるジェーンとその父親のウルセン博士と、共にカリンガリ博士とチェザーレの身辺を調査し始めた。危険を察知した博士は、チェザーレに、ジェーンを殺害することを命じ、 同時に周囲を欺くために、チェザーレの替え玉人形を用意した。チェザーレは、ジェーンの部屋へ侵入し、ナイフを振りかざすが、ジェーンの美貌に心を奪われる。眠り男は殺すのをためらったままジェーンを抱きかかえ、彼女の家から連れ去るが、その後を村人たちが追っていた。追跡の最中チェザーレは、心臓発作により命を落としてしまう。一方、フランシスは警官たちと共に、 カリガリ博士の見せ物小屋を訪ね、チェザーレとの面会を強要した。しかし、眠り男が眠っているはずの箱の中にあったのは、博士が用意していた替え玉の人形だった。逃亡した博士は村の中の精神病院へ逃げ込んだ。フランシスがその病院でカリガリという名の患者の所在を訪ねたところ、病院の職員に案内されたのは、院長室だった。その中にいたのは、 紛れもないカリガリ博士であった。フランシスは、博士が別宅で寝ているのを見計らい、病院の職員たちの助けを借りて、深夜に院長室に侵入する。部屋の中を探索した、フランシスたちは、無誘病者を使った殺人を犯した見世物詩について、描かれた古い本を発見した。その見世物詩の名前はカリガリ。驚愕した一行はさらに、カリガリ博士の日記を発見し、 博士が本の記述を再現することに心を奪われていることを知った。翌日、病院に運び込まれたチェザーレの死体と対面したカリガリ博士は悲しみのあまり取り乱す。博士はその場で病院の職員たちに取り押さえられ、拘束速を着せられて独房へ収容される。このように語られてきたフランシスの回想は、実は彼の妄想で、現実にはフランシスは、 精神病院の患者であり、ジェーンやチェザールもまた患者であることが明らかにされる。フランシスは精神病院の院長をカリガリ博士だと言ってつかみかかるが取り押さえられ拘束用着せられ収容される。院長はついにフランシスの妄想が理解できたので治療の方法が判明したと宣言する。プロデューサーのエリヒ・ポマーは当初フリッツ・ラングに監督を要請したが、 ラングがすでに他の作品に関わっており、時間が取れなかったため、ビーネに本作品の監督を託した。当初、脚本家のハンスやノビッツ、カール・マイヤーが描いていた脚本では、犯罪描写はもっと過激で両気色の強いもので、結末は、カリガリ博士と眠り男チェザーレが一連の殺人事件に、 関与していたことが明確になり、博士が断罪される形で終わるものだったという。ヤノビッツとマイヤーは、本来の脚本はもっと社会性の強いものであったが、プロデューサーの不当な圧力により改作され、完全に骨抜きにされてしまった、元の脚本通りに作られていればもっといい作品になったはずだ、と後に主張している。脚本の開口を行ったのは、フリッツ・ラングだが、ラングは、 ヤノビッツとマイヤーの主張に対して元の脚本は素人っぽさが目立つ政治的主張が前面に出た青臭いもので23面白いアイデアはあったがそのまま使えるような水準のものではなかったと反論しているまた開講はプロデューサーの圧力によるものではなく自分の判断で言ったとも語っているセットの制作に携わった人々はドイツ表現主義の画家たちであった その一人、アルフレートクビーンは、幻覚や悪夢をテーマとした白黒の同伴画作品を制作していたシュルレアリスムにも影響を与えた。また、セットのデザインの大部分を行ったヘルマン・バルムは、映画は絵画が命を吹き込まれたものであるべきであると主張する芸術家グループ、シュトルムに属していた。撮影は1919 19年の12月と1920年の1月に、 行われ、1920年2月26日、ベルリンにある映画館マーマーハウスで初上映された。日本での初公開は、1921年5月14日である。英語字幕での上映に、活動弁士が台本に即し、日本語で演技や状況説明を行っていた。徳川無星も弁士として立った。当時の流行画家、竹久夢二もこれを、 観覧、あまり活動写真が好きではなかったというが、この映画の印象を雑誌、新小説に差絵とともに寄稿している。批評家からは、本作品のドイツ表現主義の手法や、奇抜で歪んだセットのデザイン、そして卓越した視覚的効果において、今日でも世界的に高く評価されている。フィルムノワール、およびホラー映画に影響を与えた重要な作品としても、 位置付けられることが多い。最初期のホラー映画の一作品としても挙げられ、以降数十年間、アルフレッド・ヒッチコックなど多くの映画監督が手本としていたことも指摘される。以下が本作品の主な特色として挙げられる。本作品を自らの意志を持たない眠り男と彼を僕とした組に操り、殺人を犯させる。 精神以上のカリガリ博士の関係性を取り上げ、その後のアドルフ・ヒトラーによる政権掌握とプロパガンダによる大衆捜査、そして国民の猛獣的なヒトラー崇拝と第二次世界大戦やユダヤ人迫害をはじめとした国民の破滅的行為への過担を象徴化した作品であると見る映画研究者も多い。その代表的なもので、 かつ多大な影響を与えたのがジークフリート・クラカウアーのカリガリからヒトラーへである。クラカウアーはカリガリからヒトラーへで本作品を第一次世界大戦から第二次世界大戦へ至る戦艦機ドイツの社会情勢に対する偶話と解釈することが可能であると述べている。クラカウアーの主張ではカリガリ博士は先制的な人物像を象徴しており、 こうした先制的な政治家にとっては、社会を混乱に陥れることだけが、唯一の大対策であり、先制政治家混乱家の二者択一を迫る。しかし、この、クラカウアーの命題は、近年では、多くの映画学者から否定されている。クラカウアーへの反論の例を示す。トーマス・エルゼッサーは、著書は今あるチネマアフターの中で、クラカウアーの著書を歴史学の見地における、 空想の論であると告評した。エルゼッサーは、ヒトラーの政権昇握は本作品の発表後に起きたことであり、よって、クラカウアーのカリガリ博士がヒトラーを体現しているという考えは矛盾していると断言した。エルゼッサーは、当時のドイツの社会通念と映画の関連性を分析するには、研究対象として取り上げた映画が少なすぎるとして、クラカウアーを批判した。さらに、 結末の変更によって映画の革新性が失われたと主張するクラカウアーに対し脚本の革新性を過小評価しすぎているとも批判した。なお、エルゼッサーは本作品をはじめとするドイツ表現主義映画の独自のスタイルの背景を以下のように位置づけている。彼によればドイツ表現主義の映画制作者たちは 増加の一途をたどっていたアメリカ映画の流入への対抗するために、ドイツ独自の映画として再化する手段として、当時すでに勃興していた表現主義的な作風を積極的に導入したとされる。この分析は今日では主要なものとなっている。ロビンソン47質問箱。松田映画社。2021年10月4日閲覧。クラカウアーハットエルゼッサー。 ハットレファレンス、ありがとうございます。